ホワイトクイーンシロバラの女王は2013年に放送されたイギリスのテレビドラマシリーズ。フィリッパ・グリコリーの小説ザ・カズンズ・ボーシリーズのザ・ホワイトクイーン、ザ・レッド・クイーン、ザ・キング・メーカー、エス・ドーターを原作にバラ戦争に巻き込まれた女性たちの物語を描く。全8話のミニシリーズでイギリスでは2013年6月から8月にかけて BBC1 で アメリカではスターズで放送された。本作は批評家から高い評価を受け、ゴールデングローブ賞3部門、プライムタイムエミー賞4部門にノミネートされた。2017年には本作の続編となるホワイトプリンセスエリザベス・オブ・ヨーク物語が、2019年にはスパニッシュ・プリンセス・キャサリン・オブ・アラゴン物語が放送された。日本では 2020年4月からスターズプレイで日本語、字幕、吹き替え版が配信され、2021年1月からチャンネル銀河で日本語字幕版が放映されている。15世紀後半、イングランドの王位をめぐり、ランカスター派とヨーク派とが30年にわたって争った、バラ戦争。赤バラを紋章とするランカスター派から、白バラを紋章とするヨーク派。 エドワード4世に嫁いだ、エリザベスウッドビルを中心に、シェイクスピア刺激で、名高いリチャード3世の人なるアンネビル、そしてバラ戦争を終結に導いた、ヘンリー7世の母であるマーガレット・ボーホート、3人の女性それぞれの野望と戦いを描く、ホワイトクイーン白バラの女王の主要キャスト。上段左からレベッカ・ファーガソン、マックス・アイアンズ、ジャネット・マクティア、 デビット・オークス、エレノア・アトム・リンソン、ジェームズ・フレン。リバースケイオークや制作には2500万ポンドの予算が用意され、撮影に108日を要した。撮影セットは、ダンジョン、宮殿、城、十二の国園、2つの体感式を含む250のセットが作られた。撮影は2012年9月に始まり、2013年3月まで続いた。 本作は批評家から高い評価を受けている。批評集積サイトの6点トマト図には20件のレビューがあり、批評家支持率は80%、平均点は10点満点で7.65点となっている。また、メトクリティックには14件のレビューがあり、過重平均値は70、100となっている。ありがとうございます。